ついに日本一になったパルワールド。大人気ポケモン風サバイバルゲームである本作が同時接続数120万を超えました。すごすぎる。裏で流れているのは100万突破した時の映像ですね。売り上げも約3日間で400万本突破したということです。もう笑うしかないレベルにやってますね。ポケットピアのパルワールドネットワーク担当の方が150万同節いったと言っておられました。 Xbox やゲームパスを含めるともうすぐ200万近い人が同時にプレイすることになりそうですね。 Steam では同時接続数が世界で第5位となっており、あの国内最高のゲームエルデンリングを越したということです。海外で人気のタイトルドタ2、ロストアーク、カウンターストライク2、そして PUBG が上位にいます。この勢いなら3位ぐらいは固いのではないでしょうか。どこまでも勢いの止まらないパルワールドについて皆さんはどう思いますでしょうか。ブレブレの一言ニュースでした。